こんにちは。穴馬編も見に来ていただき、ありがとうございます。えー、なので、早速、発表してしまいたいと思います。えー、今回の宝塚記念で狙いたい、穴馬は、大穴です。赤い糸。この春3走はですね、合わない条件を走らざ…あれいないなわけないでしょう。だって、この春は、だって、ここ目標ですよね。エリザベス上杯も勝っている、絶好の条件、阪神2200メートルコース、 あれいや、本当にいらっしゃらないということで、びっくりしちゃいました。えー、もうだからね、安易に品場限定の、マジー g 1とかね、使うもんじゃないっていう風、ね、に思ってたんですけどね、もういいでしょう。仕方ありません。もういないものは仕方ありません。っていうかですね、むしろありがとう。赤い糸さんありがとうですよ。こんなにね、豪華なメンバー揃ってるじゃないですか。えー、そこでね、一頭でも、えらいたい馬減った方が、馬券絞れて、いいで もう、激流必死じゃないですか。パンサラッサいて、アフリカンゴールドいて、タイトルホルダーいて、かなり速いペースで流れるので、エリザベス上杯の時のような、しぶとい刺し足、これが生きると思ってたんですが、いなくなりましたよね。そしたら、ね、それをやってくれる馬ですね。この馬しかいなくなったんですね。キングオブコージ。あ、これしかいないでしょう。この、ここにポツンと、離れて鎮座している、 キング、キング、キングオブコージ。もう千載一遇のチャンスでやってきましたね。本当であれば、この近くに、このあたりですかね。赤い糸が大阪杯の時は仲良く一緒に追い込んできた。赤い糸も今回はいなくなりましたんで、ここガラ空き。このスペースを独占できているので、これは怖いですね。あの穴予想の基本だと思うんですけれども、あの他の馬、特に有力馬たちと違うことをやる馬を狙うべき。 だって力では劣るわけですからまあはっきり言って f フやォーリアディップボンドタイトルホルダーよりも強いんであればこんなオッズにはならないわけでしてそれでも人気馬たちをやっつけられるかもしれないのが競馬でそのためにはみんなと同じようなところにいて同じようなことをしていては可能性は限りなく低いということで違うところにいる馬これ狙いたいそこへ来て あの、よく言われます。横山のりひろ騎手のポツンというのは、本当に怖い存在だと思うんですね。ポツンというのは基本的に揶揄する言葉だとは思うんですけれどもいや、僕なんかはですね、いつも怖いなと思っていますし、まあ、場合によっては狙いたいという、これは多分横山のりひろ騎手の競馬に対する、えーそれね、やっぱり深い考え方があると思って、それは基本的に競馬って、 18頭もね、あのー、いっぱいおまーさん出てくるわけじゃないですか。その中で、馬券になるの、たった3頭ですよね。勝つのたった1頭っていう。で、我々馬券買う側にとってみても、4着、5着、6着、何の意味もないわけですよね。18着だろうが、4着だろうが、同じですから、えー。であれば、あのー、一発勝負かけてほしいわけですよね。そう考えると、やっぱりね、みんなと同じところにいたら、 まあ4着5着6着の可能性は上がりますけれども、ドハマりする可能性っていうのは低くなると思うんです。なので僕はペースな関係ない。ハイペースだろうがスローペースだろうが、ちょっと離れたところにいるっていうのは、それだけで価値があると。まあ特に、まあ当然ね、特に今回みたいな激流が予想されるレースの場合はハマる可能性高まりますので、それはね、もう怖くて仕方ない。で、ちょっとここで一つ立ち止まりましょう。前回の動画でもお話ししたと思うんですけれども、今の阪神のババというのが、 うちのび馬ばなんですよね。まあ、先週のウィンマイティもそうですけれども、うちを回った馬にはですね、相当有利に働くトラックバイアス。そこでね、キング・オブ・コージのあの大外一騎が余るわけないじゃないかというね、あの考え方あるんですよ。ですが、僕はですね、違うと思います。この馬はですね、むしろトラックバイアスに恵まれるというふうに思うんですね。なぜならば、これポツンですよね。他、そんな位置に多分誰もいないんですよ。そうするとですね、 は最打ちもあると思いますね。彼がやるのは、私はですね、打ち差しと。どの枠引こうか、3コーナーまでは少なくとも、ずっと打ちで貯めることができると思います。で、3コーナーからは進出しなければいけないので、これ外回るか分かりません。もし、うちが空いてれば、打ち着いたっていいとは思うんですけれども、まあ、外回ってもいいです。そこに至るまでの、そうですね、1600メートルぐらい、最内ち回ってれば、今の馬場だとですね、 足たまると思いますんで直線は大外に出して素足爆発させればいいだというふうに思います、まあ、前走も後方待機策ではあったんですけれども、まあ、無駄にね外外回ってしまいましたからねあれは無理ですね大阪杯も内を回った馬がかなり得をしてた馬場だったのであのこういう強い馬相手にもう 3, 3コーナーからもずっとね一番外回ってましたからねそれは間に合わないですけれども うちで、なるべくロスなく回ってくればあ、チャンスあると思います。ついでに言うと、前走はかなり大きく出遅れてしまった。あの、本場は入場してから回収馬の後なんか入れ込んでしまったっていうような話なそれもあって、大きく出遅れて、そこで後方でもかなり折り合いを書いてましたからね。かかり気味になってしまっていたので、あれでね、大外回ってしまってはですね、まあ無理ですよね。今回そういうことがなければ、えー 折り合って進められれば面白い。距離延長もプラスなのは間違いないと思います。まあ、実際、このアメリカジョッキークラブカップでも 2200m で勝ってますし。しちょっと短いですよね。2000メートルはね。かなり大跳びの差し馬ですからで、この馬は6歳で18戦ですかね。走ってきているんですが、私はまだ未知の魅力があると思っているんですね。中距離を使うようになってからまだ。 9 c しか走っていないというのもあるんですけれどもどうもですねスススローペーーペのレースばっかりを引くんですよ、ね、まあ大阪杯は農家とするとそれ以外はですねかなりですね、えー、上がり勝負のレースが多いですねまあ強いて言えば京都大商店ですけれどもこれがやや重の馬場で上がり35秒0これが一番上がりかかったかなっていうぐらいであとはみんなスローペースのレース なので、ここが伸びしろの部分な気がするんですね。まあ、これは私なりの独自の理論ですけれども、こういう首が高めで大飛びの刺し馬っていうのは、アイペース刺し馬であることが多いんですよね。まあ、刺し馬っていってもいろいろいて、デアリングタクトなんかは、比較ピッチ走法で刺してくるタイプで、これなんかスローの上がり勝負とかでも、素晴らしい切れ味を発揮するタイプ。 オークスなんかもかなりいい足使ってたと思うんですけれども、えー、そういうタイプなんですがキング・ヘイロキング・オブ・コージみたいな首が高い馬だと比較的あのペースチェンジして一気に加速するっていうことが苦手で、まあ、比較的決め手がないタイプで前が引っ張ってくれた方が自分の体をあの上手に伸ばして、えー、ワンペースに足を使えて、えー、はまるということがあると思っているので。 今回初めてえそういう展開になると思うのでこれがハマる可能性がある、まあ、もちろんやってみなければわからないので未知の魅力なわけですけれどもそれは持っている間だと思うんですねいや今回の高原が記念はねえフォーリアとタイトルホルダーこのね横山兄弟一騎打ちというような注目の集まり方してますけれどもこの2頭がですね早めに仕掛けてやり合うとですね 本当に、親父さんが、漁夫乗りって言ったらもうあれですけれども、狙いすました、後方待機策、一発ハマる可能性が、私は出てきたなと。特にこのね、双方チャートなんか作ってたらですね、本当に、この、チャート上もポツンしていて、こんな不気味な存在もないな、というふうに思っております。で、もう一頭その未知の魅力を秘めているということで、密かに狙っている馬が、 いましてそれヒシーグアスですこれもですね、シし馬ではあるんですけれども、ちょっとね、キングオブコージとはとタイプが違って、飛びが小さめなシし馬なんですよね。なのですが、この馬のレースぶりを思い出していただくと、 どううでしょう全てみんな外差しをやってるんですよね毎回外回って外から差してくる競馬してるんですねで僕はこういう,うそんなに飛び大きくない多分レース運びが結構上手さばいてくることもできる馬であれば打ち差しというか少なくとも道中は打ちで貯めて、えー、ロスなくさばいてくるような競馬すると一発あるんじゃないかそこが。 この馬ままの伸びしろじゃないかなというふうに思うんですよね。で、今のトラックバイアスがかなりち伸びなので、今回それをやるとはまる可能性がある。で、なんで今までずっと外雑誌ばっかりやってきたかなと言って振り返ってみると、結構ですね、外枠ばっかり引いてるんですよね。なので、まあ、流れ上、外雑誌になっていただけかもしれません。今回、レーン騎手が点、えー、乗りですから、まあ、 巨進単回に乗ったら、打ち差しになるかもしれない。特に内枠でも引いてくれたらですね、えー、うまく潜り込んで、えー、これが差してくるという可能性は十分あるんじゃないかなと思って。大阪杯の内容的には、まあ正直なずっと外回で競馬でしたので、アリーボと比べるとですね、回ってきたところを考えると、2馬身ぐらいは損してたんじゃないかと思うんですよね。まあそうすると、アリーボは十分に逆転できるんじゃないか。あこの中でも上位の 力はアルマだと思っておりますで。最後に先週まで本命予定だった馬についてお話ししておきたいと思います。オーソリティですね。いや、これほどの実績のある馬、ジャパンカップでもコントレールの2着している馬、実もいっぱい買っている馬がこんなオーツで出てくるというのはですね、もう穴なからしたらよたれが出るところなんですよね。これは何とかして狙いたいと思って本命予定で考えておりました。 やっぱり今の競馬ファンは、賢くなっていて、適正重視で予想するっていうところが強いと思うんですよね。そう考えると、ね、オーソリティで右回り、阪神の宝塚記念でしょう。なんか違うよなっていうね、えー。この馬は東京コース、左回りの馬場のいいところ向きの馬でしょうというのがやっぱり反映されて、こういうオッズになってると思うんですよ。それをね、なんとかくすがつ評価できないかと。 考えまして、ですね、右回りは問題ないんじゃないかと。あの、僕はいつも、あのこの馬の双方を見てきているわけじゃないですかで。そうするとですね、気づくことが、すごく双方のいい時と悪い時というのが、はっきり出る。もう本当にいい時は、ジャパンカップとか、アルゼンチン共和国杯とか、青馬賞とかはですね、綺麗に足が伸びて、姿勢も良くて、飛ぶようにかける馬なんですけれども、例えばね、ホープフルステークスの時の、 走り方なんてガッタガタなんですよねもう本当にミシオリバみたいなひどい走り方になってしまっているまあ、こういう風になるまでたまにいるんですよね例えばアーモンドアイなんかもね東京で走る時は本当に綺麗なもう完璧な走り方するわけですが有馬記念なんかねもう見る限りもないような走り方になってしまっているとでこの馬がどういう時に走りをできてどういう時ダメなのかなという風に考えるに一つ一つには 上がりがかかる競馬かどうかっていうことだと思いました。このまま崩れてしまったレースを見ると、有馬記念だとか、弥生衣装、うん、ホープフルステークス。やっぱ上がりがかかる競馬なんですよね。そして馬場があんまり良くないところ。そういうところだと、もう本当に、えー、力が全然出せないという馬なのかなと。右回りっていう問題ではないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。というのは、不要ステークス。この時は、えー、馬場が良くて、 上がりも早かったんですよね、えー。33秒8で上がった。こういう綺麗な馬場、上がりの早い競馬になると、途端に力をフルに発揮できる馬、っていうことじゃないかと。で、今年の宝塚記念は、例年と全然違うわけですあ。2週目、A コース4日目に行われるし、で、先週全く雨の影響も受けていない。今週も多分雨の影響なく、両側でやれるだろうってことになると、いや、この馬にはこれチャンスだな、ということで、 本命にしようと考えていたんですよ。ですが、やっぱり思いとどまりました。というのはですね、アフリカンゴールドの逃げ宣言。あの、パンサラッサとアフリカンゴールドがやり合うと、とんでもないペースになる可能性あるんですよね。アフリカンゴールドが、もしも番手でいいよっていう構えであれば、パンサラッサっていうのは距離の不安もありますし、そこまで早い逃げ打たない可能性あるなと思ってたんですね。そうしたら、 オーソリティにもチャンス出てくるそんなに上がりもかからない競馬で切れ味生かせるんじゃないかっていうふうに思ってたんですがあどうやらそれはかなわないようだとちなみに今回矢作九社が二頭出ししてるんですよねあの逃げ馬パンサラッサとステイフーリッシュも出してるんですねでなんでここにステイフーリッシュをぶつけてきたのかと矢作調教師がこうコメントしてるんですね G1 の中で最も上がりのかかるーレースだからステてふルしには向いているだろうっていう考えで使うことにしたとさすがの明白楽の言葉でしてその逃げ馬を管理してるのはやはり調教師ですからそれも速いペースで行くよということを言ってるんだと思いますのでいやーこうなるとねオーソリティとしてはちょっと苦しいところありますよねただねやっぱりさすがにこのオッズというのは魅力的ですので何かうまいこと あの、絡めて馬券を変えないかなというふうには考えております。ということで、今回は結構いろんな馬にチャンスのある宝塚記念だと思いますので、私も全馬の双方採点をしております。こういうチャート以外にも、えー、採点というのをやっておりますので、えー、こちら概要欄でリンクの無料メルマガニで配信しておりますので、よければチェックをお,、ね、お願いいたします。少しでも予想の参考になりましたら、いいねもお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。